タイムの表紙を飾ったビュフェの作品ベルナールビュフェはフランスの画家である第二次世界大戦後の具象絵画の代表的な画家である1928年パリ生まれ多忙の工場経営者の父のもとに生まれ父親との関係は希薄であった心の支えであった母を10代で亡くし一人キャンバスに向かうことが多かった1943年 パリ国立高等芸術学校に入学。1948年、パリで最も権威のある新人賞、非評価賞を受賞。この頃から天才画家として有名であった。皇室で鋭く太い針金のような輪郭線、モノトーンに近い色彩を特色とする独自の様式を築き、その画面には人物の不安げな表情などと相まって、 第二次大戦後の作者の不安で高涼とした新章風景が表されている。女性像のモデルは多くの場合、妻のアナベルである。油彩画のみならず、優れた版画も多く制作している。1971年、レジオン・ドヌール勲章を受賞1974年、アカデミー・フランセーズ会員となる。最愛の妻アナベルと生涯を添い遂げる間も、 彼の孤独が言えることはなかった。晩年にはパーキンソン病を患い、71歳で自らの命を絶った。ビュフェはあまりにも早い時期に名声を得すぎたためか、後年の作品にはややマンネリ化の傾向が指摘されるなど厳しい見方もある。日本には早くから紹介され、静岡県長泉町には彼の作品のみを収蔵、展示する。 ベルナールビューフェ美術館が1973年開館した黒い描線と抑制された色彩によって第二次世界大戦後の不安感や虚無感を表現多くの絵画や版画作品を残したありがとうございます